今回は超臨界状態の二酸化炭素を観察しようという目的で実験をしていきますけれども、こちらは二酸化炭素の状態図といって、よく教科書とかにも出てますけれども、二酸化炭素の液体、気体、固体はどのような温度とどのような圧力の時に存在できるのかということを示した図になっています。一つ特徴的なのはこちらですね。 えー、二酸化炭素は30点よりも下に1気圧の状態がありますから、えー、この状態で温度を上げていくと固体の二酸化炭素が直接気体になるということを示しているわけですこれはすなわちマイナス78.5度のドライアイスを置いておくと、えー、だん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 と気体になっていくということを示しているわけです これは、えー、もしも気体が逃げないように密閉空間にドライアイスを置いておけば発生した二酸化炭素の気体によって内部の圧力がどんどん高まっていってその高まった圧力によって30点に達する5.2気圧に達することができるならば中に液体が生じるというようなことを以前にもお見せしました。 一体、その密閉容器をさらにずっと圧力が逃げないように押さえていた場合はどうなるのかプラスチックの注射器でやった場合には中の破裂容器が破裂してしまうようなことがあると思いますけれどももっともっと丈夫な容器でもっともっと高い温度高い圧力になるまで保持しているとどうなるかというとその時には超臨界状態というふうになっていくわけです。 臨界点を過ぎると、えー、液体と気体の区別のないような状態、超臨界状態というのが得られる、こちらの状態では変わった物性が見られるということなので、こちらを観察しようと思っているということです。今回、超臨界状態の二酸化炭素を観察するには、このような実験装置を用いました。 二酸化炭素は中央にあるセルに注入して内部で温度と圧力を調整していこうというふうに思っているわけです。このセルの中には二酸化炭素をボンベから供給しようと思っています。これは二酸化炭素のボンベですね。 じゃあ、このボンベに、ボンベからセルの中に二酸化炭素を入れようというふうに思っても、実はこのコック1とコック2をただ開けただけでは、二酸化炭素はちょこっとしか入っていかないです。なぜなら、両方の温度が等しくなっていますから、 蒸気圧が等しくなっているそうすると、いくら二酸化炭素のボンベの中の高圧だったとしても、開けた瞬間にセルの中の圧力が二酸化炭素のボンベの中の圧力と一緒になってしまいますから、その部分だけしか入らないということになるわけです。ですから、どうしようかというと、上の方にある、 押し出し注入器っていうのがありますけ、ね、ど、これ巨大な注射器だと思ってくれればいいですけれども、この中に二酸化炭素を入れようというふうに考えているわけです。これはねじ式になってますけど、こうグリグリグリねじっていくと、中に二酸化炭素の液体を入れることができるわけです。 これが入ったならばコック1を閉めて、今度はコック2を開いて、今度はまたグリ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 逆の方向に回していくと、それによって中のセルの中に気体の二酸化炭素が溜まってくるということになるわけです。もう一回状態図の2本に話が戻りますけれども、臨界点というのは特有の温度圧力、臨界温度と臨界圧力において生じるものですけれども、 今回は実験におけるセルの中の体積も決まっています。ということはもし気体の状態方程式を書いた時にこれはまだ高校3年生の授業ではまだ習ってないですけれども圧力 P× 体積 V の積が物質量 N× 気体定数 R× 絶対温度という式になるわけですが この式において、臨界圧力 P が決まっている。臨界温度 T が決まっている。それからセルの体積が臨、V というふうに決まっている。当然 R は気体定数という定数ですから、当然この段階で物質量 N も決まってくることになるわけです。ということは、 セルの中に封入する最適な二酸化炭素の量というのが決まってくるということなので、実は今回、あらかじめそれを計算してもらって、どれぐらいの二酸化炭素を入れたらいいかということが分かっています。あとは温度と圧力をモニターしながら実験をしていこうと思います。 温度は31度まで持っていかなければなりませんので周りに電熱ヒーターを巻いて少しずつ温度をかけていきます中の状態を10日後で見ていきたいわけですけれども後ろには白熱電球が置いてあってその電球の前に フィルターみたいな、白いフィルターみたいなものを置いてあって、白色光をこちら側から観察しながら実験しようというふうに考えているわけです。